ちょっと試合振り返ってもらっていいですか。まず、はい、いい時間帯で得点することができて、まあ、ディフェンダー陣が楽に試合できるようにっていう目標を昨日のミーティングでも立ててたので、まあ、そういうところで言ったら前半で6点取ってディフェンダー陣を安心させられたかなと思います。中盤とかでの守備かなり新潟のビルドアップをほぼ高い位置で遮断できてたかなと思うんですけど、そこのあたりご自身のプレーも含めて振り返っていかがですか。まあ、自分はまあそんなうまくはないんで、その守備とか簡単にパスとかで話すところで特徴を持っているんですけど、やっぱり守備の面でまあ3点目かな、大吾が決めたシーンがあったんですけど、そこは自分の守備でボールを狩ることができて、そこから得点につながったので自分としては嬉しかったです。すごい見てて鹿島のボランチっぽい選手だなというふうに思ってるんですけど、夢を指している選手とかいるんですか。やっぱアントラーズで言ったら佐野海舟選手とか、本当に自分は上手くて、それで守備もできて攻撃でもアイデアをうまく吹き込めるっていうか、そういうそれを目指して今頑張ってます。またご自身のゴールもちょっと振り返ってもらいたいですけど、そう見事ですね、あれはいかがですか。いや、その自分は自主練ではそのミドルシュート練習してたんですけど、まあ、その今大会コーナーで全然点取れないっていうのがあったので、ショートの練習はその全国来る前からやってて、自分のところでうまく決めれたので良かったなと思います。また2年生がかなり活躍して、まあ、3年生としても、まあ、ちょっと不甲斐ない気持ちもありつつ彼に助けてもらって、でも引っ張っていかなきゃいけないみたいなところ、そこのあたりの思いっていかがですか。やっぱ自分たちが3年生っていうこともあって、その引っ張自分たちがうまく思い切りやってあげれば、2年生もあとは自由にやってもらっていいんで、もう2年生にも本当にいいタレントが揃ってるし、まあ、自分たちはその、まあ、個性はあるんですけど、1個下の代に比べると個人っていう部分では劣るところがあって、まあ、攻撃のところでは本当に2年生に助けられている部分もあるので、自分たちはそのしっかり後ろはゼロで抑えて、キャプテンの大吾がしっかり前で2年生を引っ張ってくれているので、そこは心配あんまりはしないです。またやっぱ鹿島優勝をね義務付けられている集団 で久々に多分このアカデミーの年代で取れそうなところまで来ていると思うんですけど、そこのあたりの思いとかいかがですか。次ベスト4で多摩と当たるんですけど、関東で負けているので、本当にそこで1個次勝って、もう2014年ぐらい以来から優勝してないので、自分たちの代は本当に強いんだぞっていうところを証明したいです。ありがとうございました。